岩ガニ上カ、学名、グラプソイディアは、カニの分類群の一つ。岩ガニ、イソガニ、木津ガニ、赤手ガニ、アシハラガニ、オカガニ等、海岸や水辺に生息するカニを多く含むグループで、ある。幸福は、数センチメートルから十数センチメートルほどで、種類によって差があるが、カニ全体で見ると、中型のグループである。長方形の甲羅としっかりしたハサミ足。 不足を持ち、他のトガと比べても体を覆う、外骨格が頑丈に発達している。また、動きが素早いものが多い。弁形ガニカやオカガニカ等の生態は、水辺からだいぶ離れても生きていけるが、妖精は海でないと成長できないため、放乱した母親は、孵化寸前になると海辺へ移動し、海中で卵を孵化させる。卵から生まれる子は、ゾエア妖精の形態で、 他のカニと同じくプランクトン生活を送り、メガロパ養成を経て血ガニとなる。生態となってもエラ呼吸をするので、水辺から離れても適度な湿り気は必要である。オカガニ科の生態は、エラと別に空気から直接酸素を取り入れることができ、陸上生活により適応している。川、海岸、干潟、浅い海など、人間にとって身近な水辺に、 多くの種類が生息しており、漁獲、流通したものを除けば、目に触れる機会が最も多い。木ズガニ、中国木ズガニ、小人ガニ、オカガニ等の大型種は食用に漁獲され、小型のカニは釣り絵にも使われる。食性は、ほとんどが雑食性で、生息環境にいる植物、海藻、船虫、昆虫類、小魚、生物以外等なんでも食べる。 動きが素早いため、生息域に、生物以外が発生するとすぐに食べに集まってくる。人間の出した生ゴミも食べる。一方、天敵は哺乳類、鳥類、魚類、糖足類等である。食物連鎖においては、定時の消費者、または、不肉食者として重要である。伝統的分類では、岩ガニ科、グラップソデー、オカガニ科やカーソニーデーのニカで、岩ガニ科の中に、 岩ガニ赤、グラプシニ、ベンケイガニ赤セサーミニ、木ズガニ赤バルリニー、ショウジンガニ赤、プレーグサイニーが設定されていた。しかし21世紀初頭に、カニの分類が大幅に見直される中で、岩ガニカの角赤はトガニ昇格、木ズガニカとショウジンガニカに、さらに赤を設定する等の改変が加えられた。ここでは、デグレイブエトールの分類に従った。 ABCD 三宅貞吉、原色日本語型広角類、図鑑 2ISBN45 億8630万6391983年保育者、ABCD 鹿児島の自然を記録する、改変川の生き物図鑑鹿児島の水辺から2002年、南方新社 ISBN4 億9313万7669、X ハットサミーでグレーブ、 N.D. インペントチェフシェーン T アホチョングエトール A クラシフィケーションオブリビングフォッシュルゲネラオブデカポッドクロステーションズラッフルズブレティングオブズーロジー2009サプリメントナンバー21 109ナショナルユニバーシティオブシンガポールありがとうございます